品川ホットインフォメーション。昭和62年、区政40周年と区民憲章制定5周年の節目を迎え、品川区の魅力的な風景を伝えるため区民の皆さんからの投票で選ばれたのが品川百景です。そして区政70周年を迎える今、30年の時を経て品川百景に新しい風景が加わりました。目黒川の河口に位置する天王洲、東品川海上公園の屋上庭園では1年を通して色とりどりのさまざまな草花を愛でることができます。戦後は倉庫街として人通りもまばらな土地でした。しかし近代化が進むにつれ多くのビルが立ち並び、隣の北品川とは対照的な街並みへと変貌を遂げました。その天王洲で新たに品川百景に加わったのがこちら、運河の町品川、水面に映えるきらびやかな夜景、またドラマに登場する場所としておなじみなのがこちらの天王洲ふれあい橋。夜にはライトアップされ、昼間の様子とはまた違った雰囲気を醸し出します。